2をめちゃくちゃプレイしてたことがありまして、そしてそして6まで飛びまして、今に至ります。嬉しい。ちょっとねギリギリになっちゃったんだけど、許諾が取れたようなのでね、ありがとうございます。プレイさせていただきまーす。やったうん、やったことあるんだよね。2はやったことあって、その時はね、結構キャラクターもまだ少なかったんじゃないかな。だって2だもんね。ネルが好きだったキャラは、シャンファちゃんとタリムっていうキャラが好きで、よく使ってましたね。うん。ちょっと、キャラメイクする前に、ちょっと見てもいいですか？ちょっと、どんな、キャラが今いるのか、ちょっと見てもいい？見てもいい？ちょっと待って、え？どれだ？これかな？違うな。バトルかな？初プレイなので、ちょっとガチャプレイになると思うんですけど、お手柔らかに、はい。これかな？これやってみようか。CPU。バトルカウント1で、まあ、いろんなちょっとキャラやってみたいから1でいくか。オッケー。はい、開始！ワクワク、ワクワク、ワクワク！あ、どんなキャラいるんだろうな。あ、早く早く、時計の針が回ってますけど、早く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 。おー！来ちゃー！待って、これタリムじゃない？タリム！タリム！久しぶりだな！会いたかったよ、タリム。これ CV 田村ゆかりさんなんですよ。めちゃくちゃ可愛いんだよね。風よって言ってね、戦うね。風のを使う女の子なんですけども。あと、ドエロい女がいたんだよね。いたー！ドエロい女これ、アイビーっていうね、ちょっとエロい、まあ、見てもわかると思うんだけど、もうドエロい女なんです、この人は。アイビーさんが無知ね、無知使って戦うんですよ。タッキー！この忍者さんもね、ドエロいんだけどね。まだちょっと違うエロさなんだよな。メルの推しいるじゃん！シャンファちゃんだー！会いたかったよー！待って、あんま変わってないね。なんか、もっと可愛くなった？ちょ、シャンファちゃん使おう。行くわよ、ちょっと相手誰にしようかな。相手は、ちょっと、そうだ、おじいちゃんにしよう。ああ、かかってこいよ。どこにしようかな。じゃあ、ちょっとロマンチックなところにするか。こことかどう？ゲラルト。ゲラルトさん。2にはいなかったな、この、イケオジ。行くぞ！うわー、めちゃくちゃ綺麗になってる。グラフィックも。やばすぎる。ついてこれる？うん、シャンファちゃんかわいい。土下座してるじゃん。もう負けを認めたか？グラフトおじいちゃん。おら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 ちょっと待って、キックしかできない。待てよ。今これ覚えるから。待って、ずるい。メル初心者なんだから。優しくしてよ、おじいちゃん。はぁ、なにそれ？なにこれ何？ああ待って、負けるメル負けるあそう、メルの声もゲームのキャラみたいになってるけど。ああもうおじいちゃん喧嘩、いや、すいません。めっちゃ怒ってるやん。顔怖いよ、おじいちゃん。ごめんなさい。キャラクター変えるか。喧嘩売らない方がいい。はぁ。初心者相手にね、そんな生きっても、
全然かっこよくないけど。タリムちゃん行くか。タリムちゃん、いやこのナレーションもいいんだよね。タリムちゃんで行くわ。あ、風が呼んでる。どうしよう。タキさんに会いたいな。タキさん、ちょっとお願いします、ご指導。タキさん会いたかった。タキさんにも会いたかった。どうしようかな。ここにしよう。行くぞ、美少女同士。タキさんな、タキさんちょっとどエロいからな、で、どエライエロいからな、ちょっと気をつけていこう。行きます、タリムちゃん。ここ、あ、ここの、ここのステージあった気がする。2にも見極めたいの。いや、ちょ待って、ちょ、タキさん、タキさん、そう、大丈夫それ。ちょっと、フォーじゃないんだよな。痛い。なんか出たぞ。なんだこれ。この技、2にもあった。この技、2にもあったぞ。おら。かっこいいよ、タリムちゃん。いいよ。タキさんをやっちゃえ。タキさんを、滝流しだ。イエーイ。フォー、やったー。あれ、なんかタリムちゃん使いやすい、もしかして。よし、いける、いいよ。しゃー、タキさんちょっとなんかエロさが増してない。ちょっと一戦ずつね、ちょっとメルの懐かしの2のキャラクター見たいんで、ちょっとあと一戦くらいやらせてください。覚えるためにもね。そう、覚えるためにも。だってさ、みんな思わないの？なんとも思わない、タキさん見てて。嘘でしょ？じゃ、ちょっと、アイビーさん、行きますかね。じゃあ、あ、この子もね、好きだったわ。行きます。めちゃくちゃ清楚な、お姉さんなんだよ。じゃあ、砂漠に行くか。センシティブ代表、アイビー、行きます。無知でね、プシ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 叩くキャラだからね。人妻って言わないでよ。よし、アイビーなぁ。アイビーあんまり使わなかったけど、いやもう一生メルよりエロい。行くぞ。これ YouTube で見せられていいのか、見せていいのか、これ。アイビーさんね、そう、難しいんだよ、操作が。おら、これ無知になるまでが、ちょっと時間かかるね。最初から無知ではないの。この剣が伸びて、無知になる。ほら、これがいいでしょ？ほら、どう？落ちちゃうわよ、ほら。あら、もう終わっちゃった。はあ、もうダメなの？あなた、ねえ、こんな感じのキャラ、もうお尻が、ダメだよ、そんなの。ああ、アイビーさん、ちょっと見せつけ、ダメ。女王様。めちゃくちゃ強くない？あれ？なんでだ？メルの推し、シャンファちゃん、あれ？じゃ、もう一回だけシャンファちゃんやるわ。最初ボロ負けしてたのになんか勝つぞ。あれ？おかしいな。あれ、メルが強くなった？それともあのおじいちゃんが強かったやつ？ちょっとやってみるか。シャンファちゃんとおじいちゃん、ゲラルト。ゲラルトが強かったってこと？ほんと？砂漠で戦おう。リベンジ、強くなって帰ってきました。そんな数分しか経ってないけどね。おじいちゃん、メルが強くなった説もある。パワーっつってたな。パワー、私の剣についてこれる。よし、来たか。待ってたってこと？行くぞ。ちょっと待って、おじいちゃんやっぱ強くないか。
あれ？それそれ、ちょ負けないからな、メル強くなったんだから。お強いぞメル、いいよいいよ、さっきよりいいよ、さっき、あ、ちょっとダメダメダメ、そのハメ技やめてくれる？ほっはっほっ、イエーイ。あれメルが強くなったみたい。ギラルトおじいちゃん、メル勝っちゃったわ。よし、ちょっとガチャプレイですけどね。You win！ごちそうさまでした。ちょっと小悪魔な感じがシャンファちゃん可愛いんだよな。よし、じゃあこんな感じでキャラメイクしていくか。メニューに勝ったからね、気持ちよくキャラメイクしていくわ。これかな、キャラメイク。まずはメルから作ろうかなと思っています。うん、ユニーク、これかな。これなんかどれ選んでもあんま変わらない、その見た目は変わるけど能力は変わらないって書いてたんで、とヴァンパイア、真のヴァンパイアを作ろうと思う。かわいい、もうすでにかわいい。とんがった耳でね。まず見た目からいくか。名前？名前。名前、ジェリエイ。ジェリエイ。誰だ、ジェリエイ。違う。メル。最強のメル。最強のメールメールメール、オッケーで、まず名前オッケー。素体、素体かな、素体。隠れ里の一族、標準細め。え、ここまで選べんの。どうだろう、メル標準。あー、ちょっとちっちゃいよね、メル154だから。まあ、これくらいか、細め。まあ、ここら辺は変えなくていいか。胸メルちょっと大きい気がするから、ちょっと大きくしとこう。どこまで大きくできるんだ、ここ。うーん、まあ、マックスでいくか。マックス。くびれ？これ以上くびれ細くしたらワンピースになっちゃうけど。あ、なるほど。下が最大限まで細いということか。もうじゃあ、まあ、これくらいで。女性顔1。いや、かわいいな。もうすでにかわいいな。どれだろう、ネル。あれ？顔変わってないぞ。幼いと買わないのか。ちょっとかっこよすぎるか。1でも可愛いけど、ちょっとセンシティブなお姉さんみたいな顔になっちゃったな。あ、これはちょっとカリオペって感じ。わかる。かっこよすぎる。カリオペだわ。これはなんだろう。ちょっと。メルにしては大人びている。バイオハザードに出てきそうだね。やっぱ1でいいのでは。1だな。1、これ一番かわいい。ナチュラルアップ。待って、なんでアフロがなんでアフロがあるんだよ。いやー、メルじゃないこれ。メルからほど遠くなった。待って、メル、メルでしょ。ちゃんとメル作ろう。あるか、メルに近い髪型。ふざけてるだろ、これ。なんでアフロがあるんだよ。ショートボブ。でもメールではないな、これ。どうする？あるか、メルに近いやつ。どれだ？
ショートのメル作りたいけどね。あー、前髪がちょっと長い。前髪変えられないか。あ、これは？これ、これメルじゃん。これどう？これメルじゃない？これ、これいいじゃん。編み込みリボン壊れ？なんだ壊れって。眉毛、眉毛はメル平行か垂れかな。平行か垂れ眉かな。これ、これとか、これっぽいな。これでいこう。なにこれ、元気少女。あ、声のた、あ、な、聞こえるみんな声。それじゃ、行くよー。じゃ、メルの声に近い。もうちょっと高い。ちょっと高すぎだな。それじゃあ、じゃあメルが寄せてどうする？それじゃあ、行くよ。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 ゲーム音が二重になってる。行くよ。声の太さ。太くしたらどうなるん？エリアンだって。エイリアン。はや、行くわ。これはちょっと真似できよう。声の太さ？あ、なるほど。下の、下に行くとちょっと太くなる。これは変えなくていいな。それでは、うくお。かわいいな。でもちょっとこうメルが寄せなきゃいけない感じになってるんだけど。ちょっとこっち消せばいいのか？これでどう？ゲーム音。それじゃ、行くよー。行くよー。元気少女から帰って、いっぱいあるんだけど。ちょっと待って。これ人ではない。人じゃなくなってるんだけど。ちょっと真似できない。ちょ、あれ、ちょ、うぅ。うぅ。綺麗な死に顔が見たいな。これつ強心じゃん。私と戦うつもり。あ、かっこいい。通してくれない。ちょっとメル、あ、これ、これじゃないか。ちょっと腹黒っていうのは嫌だけど。いいことしちゃう。あ、これいいんじゃない。腹黒怖くま。いいことしちゃう。いいことしちゃう。これじゃないか。いいことしちゃう。少し他のも聞いてみよう。少し遊んでやろう。私と一緒に高まりましょう。私と一緒に高まりましょう。覚悟はいいか。覚悟はいいか。いい度胸してるじゃないか。いい度胸してるじゃないか。いざ尋常に。いざ尋常に勝負。あなたが相手。あなたが相手。お相手いただけますか。お相手いただけますか。それじゃ行くよ。やっぱもうどう、やっぱこれかな。腹黒小悪魔かな。これだな。これでいこう。いいことしちゃう？じゃあ、下げてみる。いいことしちゃう？いいことしちゃう？1くらい。いいことしちゃう？ちょっとちゃう。めっちゃこだわる。声にめっちゃこだわる。いや、声フェチなんでね。いいことしちゃう？でも、これでいっかも。ここら辺が近いか？じゃあ、メルが真似すればいいんだもん。いいことしちゃう？イミルカ進行度ってなんだ？なんだこれ？サブ？いいことしちゃう？はい、これでしましょう。オッケー。いいことしちゃう？いいことしちゃう？メルといいことしちゃう？オッケー。これなんだ？あ、これできないのか。オッケー。本人が寄せていくパターン。装備パーツ。自由編集。おー、なるほど。これはどうだろう。コウモリの羽とかあるかな。コウモリの羽ないか。なさそう。ないか。これとかどう。あ、かわいい。メルじゃなくなっちゃう。メルに寄せるぞ。
限りなくメルに寄せるぞ。これはメル、メルなんかアクセント何もついてないよな。ベーシッククロース、メル、メルどれだ。え、何アンドック、価格 550SP。 え、待って、お金いるのこれ。アンドックします。あ、待って、鍵がついてるやつはお金いるんだ。課金ってこと？待って、メルお金持ってないよ。あ、白のこれ、え、待って、ふんどし？え、大丈夫これ。あ、あ、よかった、よかった、上はちゃんと着てるのね。え、ちょっとこれダメでしょ、これダメでしょ、これお金がないよ、メル。え、どうしようかな、メルに近いやつでしょ。どれだ。ここまでビキニじゃないんだけど。待って、スクミスとかあるよ。何？なんで？ちょっと、公式？公式？どれだ、メル。メルに近しいものが、てかメルよりも露出度高いんだけど、どうなってるんこれ。際どいよ。これは？これ、これいいんじゃない？これ一番マシだな。露出度低いね。ちょっとあんまりにもさ、露出度高いとさ、怖いじゃん。バンが怖いんよ。これは？あ、上もあるじゃん。待って、メイド服とかある。素晴らしすぎる。どうしようかな。これでももう十分可愛いけどな。はい。ちょっと、エロすぎないか？いいのこれ。いいんですか？いいんですか？大丈夫これ。あ、一応、いっぱいあるんだなぁ。でも、さっきの服が一番可愛いかも。これ、これが良くない？他は？これ可愛い。めっちゃ可愛い。メルの新衣装。新衣装です。他は？腕。腕メルね、ついてんだよ。ウォーマーみたいな。でもなんかないか。さすがに。あ、これは？腕は、うわー、ちょっと違うけど。しゃーないな。これかなー、近いの。オッケー。色変えたいよね。色変えられないかな。どっかのも見る？これ、エロいやつ。ちょっと、やばーい、あーやばい、ちょっと待って、こんなファーストしていいのかな。ちょっとやだ、みんなエッチー、ちょっとカブミンのエッチー、やばいって。ちょっとベル見せたことないのに、 3D でもこんなお尻見せたことない、やばいよ。ちょっとこれダメ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 、ベル清楚だからさ、ちょっとちゃんと服着るわ。あ、これいいじゃん。これ、これね、こういうの好きよ。なんかクロスになってる紐好きだよ。こういうとこ切りたいよね。これいいじゃん。オッケー。ちょ、あのさ、髪の色変えたいわ。髪の色、どこで変えるん？髪の色。これかな？色。色？これ肌の色か。ん？あ、ここで変えられるじゃん。ちょっと変えよう。柄の変更。黒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 。ちょっとメルの 2D。2D どれだ？みんな覚えてる？見るわ。メルのスカート。黒だったはず。自分のスカート忘れちゃった。あ、黒だな。黒。ここら辺か？オッケー。で、ここが白で、まあ、ここも黄色でいい。白。もう割と近いな。
ッケー。あれ、髪色ってどこで変えるんだろう。ん？どこだ？髪、あ、これだ！あったた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 。金髪にします。金髪にすると一気に夜空メルミが増すと思います。さあ、どれかな？メルに近いの。お、近づいてきたぞ！メルね、結構金なんだよな。黄色が結構入ってんだよ。こう、どうだろう。もうちょっと黄色かな。ちょっとぽいの、どうだ？これか？ここら辺か？やばい！マジ美少女。かわいい。かわいいぞ、このメル。ここら辺っぽいね。ここだな。うん、ここら辺だ。オッケー！これだ。で、眉毛もちょっと黄色っぽくしよう。ここら辺でね。よし。目の色もメルは、目の色もちょっと黄色がかってるんで、ここら辺かな。オッケー、かわいい。え、この子が戦うの？こんなかわいい子が。これなんだ、ヒゲ？オッケー、アホ毛つけたいよね。あ、でもアホ毛はないかもな。ちょっと青い服がちょっとあれだけど。あ、待って、変えられるじゃん。ここがね、ちょっとね、ま、白なんだけどオレンジっぽい赤にしとくか。オレンジ、ここら辺だな。オッケー、こんな可愛い子が。え、ちょっと待って、あのさ、格ゲーのさ、醍醐味といえば美少女のやられボイスじゃないですか皆さん。めで、格ゲーすごい好きなんだけど、まあ、てってもね、めちゃくちゃ極めてるタイプではなく、まあ、キャラボイスとかその必殺技の演出を楽しむタイプなので、めっちゃガチ勢ってわけじゃないんだけど、格ゲーがすごいね、好きなんですよえ、やられボイスどんな声だろうね。小悪魔でしょ。腹黒小悪魔ボイス。よし、これでいいんじゃない？で、足は？足欲しい、足。さすがにね、裸足はちょっと。足ないのかな？あ、あったあったあった。足は、メルね、ニーソックスにショートブーツ。うわ、少ない。こんだけしかないんか。あー、裸足。ブーツがいいんだけど。ないか。ん、違う。あれ、靴もあるんじゃん、もしかして。あ、あるわ。ソックス、あ、ソックスこれいいね。エロい、網タイツ。ショートブーツ。ショート。これは？あ、近いぞ。これじゃないか。あ、待って、なんかつけられる。でもメル、あ、これは？え、昆虫、あ、昆虫だった。いいわ。昆虫はちょっと、あった、コウモリの羽！来た！なんか、なんだろう。これじゃない感すごいけど。なんかでかいな。なんかでかいぞ。ちょっとちっちゃくしたいけど。縦幅。横幅か？あ、こうだな。縦幅もちっちゃくして。こうか。なんかさ、なんだろう。なんだ？なんかこれじゃないか。デビルマンとかやめろ。やめて。ちょっとさ、なんか違うよね。ちょっとない方がいいかな。なんか違うよね。
デビルマンやめて、本当に。わかるなー。ちょっとやめよう。これやめよう。リセットじゃない。ちょっとつけるのやめようぜ。外そう。リンゴ？リンゴ？いや、ネタキャラ感満載。いいわ。もう何もなしでいいわ。シンプルイズザベスト。これでどう？結構メル近くなった。かわいい。どうよ。これかな、やっぱ。こっちの方が近かったかな。こっちの方がいいな。いや、でも絶対領域がないのは許せない。許せないから絶対領域は、いる。これは、これどうだ。あ、これ、これいいな。確かに、髪飾り欲しいよね。髪飾り。髪。装備パーツか。ぽいよね。だいぶぽいよ。髪飾りね、ないんだよ。かわいいの。これとか？さすがにコウモリはないんだよな。しょうがないよね。まあ、あったらびっくりだよね。いやー、ないから、ちょっと、もうこれで、なんもなしの方がいいかな。メルに近いかも。うん。しゃあない。これか？これがメルに近いか？カチューシャでアホ毛みたいにしとる？これ？どれだ？カチューシャ？待って、麦わら帽子あれじゃん。ちょっと、シャンクス。シャンクス。某、アニメの主人公作れる？これ。アホ毛欲しいんだけど、あんの？アホ毛。アホ毛あるんですか？もう終わったかな？結構近い。どう？かわいい？メル。アホ毛つけてる人いた？どうやってつけるんだ？ほんとだ、名前変わってない。なんで？なんでよ、さっきつけたのに。最強、最強メル。最強の、最強の、メ、ル。メル、メルマガじゃない。メル、メル。オッケー。確定か、確定押さなきゃいけないんだ。課金？これでどうすか。あ、待って。ちょっと一番大事なとこ忘れとった。全然いじってないとこあったわ。ちょっと待ってもう一回。え、メルのキャラどこ行った？え、あれ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 嘘。え、なんで。え、ない。ちょ、ないよ。はい、秒で作ります。 RTA、 RTA します。 RTA あった。じゃあ、あるやんあるやん。あったわ。よかった。もう作り直しかと思ったじゃん。編集。よかった。スタイルを決めてなくて、ノーマル。お、これいい。あ、どうしよう。熱血でいくか。ノーマル。これだな。ノーマル。剣。これ剣？剣じゃなきゃダメ？あれ？あ、こっから選べるんだ。なるほどね。どうしよっかな。ちょっと、一通り見てくか。5弦。
日本刀のキャラ。扱いやすさ初級。ふんふんふん。なんかおすすめあります？スタイル。あ、ソン・ミナ。ミツルギ。あ、ミツ、ミツルギ。ご、ご機嫌。みっちゃん、みっちゃんか。よしみつ。これ？このなんか、鬼の人やんね。この人ね、2にもいたわ。刀と脇さ。よしみつ。あ、でも待って、これさ、ちょっと見てみんな。敵から吸収し、敵を弱体しつつ、自らは強力な攻撃を打つ。これさ、ちょっとヴァンパイアっぽくないか？これ。この、よしみっちゃん。強い？ほんと？ドレインじゃん、これ。え、こいつヴァンパイアなの？ヴァンパイアじゃん。他は？ナイトメア。こいつもかっこいいんだよ。あ、こいつも2にいたわ。いや、こいつもね、強いんよ。タリムちゃん。メル、タリムではないよな。ナイトメア。これか、シナジーあるの。どうだ？あ、でも、まあ、かっこいいか？ちょっと、なんか、背中になんか背負ってるけどな。なんて書いてんの、これ。六道輪廻。よろしくみたいな。暴走族みたいな。ちょっとスタイルがあんま可愛くないけど、シナジーはあるよね。熱血セット。陸道輪廻。これ、後で変えられるんよね。一回これで、一回置いとくか。なんならコピーしてもいいっすね。じゃあ、セーブして、これコピーしてさ、複製。あれ？複製できないのか。あ、コピーして、天才！こうしてさ、こうしてさ、メルにふさわしい、ちょっと、しなやかな。え、どうだろう？メルどれがいいかな？やっぱ、え、アイビーさんか？アイビーさん、どう？あれ、でもなんか、あんまり見た目変わらんな。ちょ、セクシーな、小悪魔でめっちゃ、なんかこう、なんだろう、くねくね、くねくねしてるキャラがいいんだけど。ソフィーティア、アイビーがいい？ムチ、ペシペシする？アイビーさん、なんかくねくね、くねくねがいいんだけど。シャンファー、セクシーなアイビー。じゃあアイビーさんで行くわ。ちょっと。オッケー。あ、タキもいいね。ちょっと迷っちゃう。タキにするわ、じゃあ。ちょっと、優柔不断みたいになってる。タキ、タキどこ？タキ、タキさん、あった。オッケー、これで行くわ。あ、かっ、これいいじゃん！かっこいい！タキ、かっけー。オッケー。エイミー、あー、エイミーさんちょっと持ってないかも。装備もさ、ちょっとせっかくだからさ、ちょっとセクシーなのにしとくか。踊り子の胸当て。パンツ。パンツ。パンツは。パンツ。うわぁ、これ、エロいやつだ。いや、ちょっと待てよ。ちょっと、下がなぁ、下がちょっと可愛くないんやなぁ。これ、ちょっとお金ないんで、メル、買えない。ちょっと、すく水でいくか、じゃあ。名札あり名札あり。これで戦えるんか、本当に。みんなのね、日頃の感謝を込めてね、ちょっとファンサービスをしたいと思います。すく水で戦場に出るというやべえ、やべえ女。
ケー。じゃあこの2つ作ったんで、さてさてセーブして、オッケーめっちゃいいじゃん。けどもう一キャラパパパッと作って、みんなと遊びたいと思います。もう一つはちょっと最近で見るね、スッサンの影響でバキ見てるんで、ゴリゴリの強強メルちゃん作りたいんですよね。ゴリゴリこれかな。やっぱ女性だとゴリゴリできないのかな、男性にするか。そう、なんかスバルにさメルに似てる。なんかそう、なんかね、スバルが来た時に家にね、メルちゃんの声〇〇に似てるんだよねみたいなこと言われて、でその〇〇が思い出せなくて、で後日チャットで、すっさんすっさん、メルにさ似てる人って誰だっけって言ったらさ、えって、ビスケットおりますかって言われて、え、誰だろうって、そんな名前だったっけって思ってさ、グーグルでビスケットオリバって調べたらさ、もうとんでもないゴリゴリマッチョ出てきてさ、え、スバル？スッサン？メルのことこんな風に見てるのって、え、ちょっと待って、メルこれに似てたらやばくない？って思わずね、突っ込んじゃったよ。いつもメルがね、スッサンに突っ込まれてんのに、全然似てないよって、どこが似てたんだよ、どうしてオリバーになったのメル。まあ、多分その朝メルのマッチョになった姿を見て言ったんだろうけど、全然伝わんないからさ、めちゃくちゃアンジャッシュみたいになってたやばいでしょ。あ、もうすでにゴリゴリマッチョだ。ゴリゴリマッチョ、アスタロス、これかな、センバンテス。筋肉で戦うキャラいない？これか？アスタロスか。どうよ。斧、いや、斧なんて持つな！拳で戦え。バキだってそうだっただろ？奴らは基本、拳で戦うんだ。なんか持ってんだよな。素で。拳で。拳で語れ。いないか、もう。いないのか。あ、いたー！アズエル！君こそ真の勇者。もうこれでいいんだけどね。体だけすごい筋肉マッチョにするか。いくぞ！ほっ！ムキ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 。ムキ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 。こんなんじゃオリバに勝てねえよ。もっと、もっとだ、もっとだ、力こそ、力こそパワー、もっとだ、もっとだ、我に力を。もう悪魔にね、悪魔に魂を売った人間の姿、これが悪魔に身を売った人間の姿です。もうちょうど悪魔だし、まあいいや、そういう設定にしよう。お腹、もうバキになってきた。くびれなんていらねえ、いらねえ、くびれなんてよ。筋肉こそ、すべて。どうだ、どうだ。ちょっと、時間かかってる。ナウロ、おー、ナウローリング。どうだ、結構ムッキムキなったけど、これ全部マックスだ。標準じゃダメだ。基本、どうだ、これかな、これでいこう。身長も、でかいんだ。もっと、大きく。これだな。え、待って、なんか下がってる。なんでマックスにしたのに。なんでよ。あ、もっと太くなれるんだ。筋肉。もっとだ。もっと。もっとだ。おら。ちょっと、一気にこれ、20にできないのか。いけ、力こそパワー、もっと力が欲しい。ふくらはぎにもパワーを宿せ、お腹にも腹筋を宿せ。いけ、いいな、腹筋しなくても腹筋がつくなんていいな。
うらやましいぜ。筋肉量は5。仕上がってるよ、仕上がってるよ。オッケー、来ちゃう。これでってなんか顔すっげえイケメンなのに体がすごいことになってる。もういっか。まあこれこそね、メルが以前赤目がキルで見たトラウマですよ。うん、まあこんな感じでしょ。 OK、 名前はそうだな、オリバにするか。かわいい、ひらがなにしとこ。オリバ、オリバ、オリバだよ。オリバ、オリバだよ。オッケー。あ、名前が、あー、ちょ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 、名前がオリバ、お、おい、オリバ。オッケー、よし、来ちゃー。じゃあこれでね、みんなと戦っていこう。よし。え、みんなさ、ソウルキャリバーやったことありますか？かわいいっしょ。いや、ビスケットオリバじゃないからね。あくまでこれオリバ。オリバってついてるだけだからね。うん。じゃあ、ネットワーク。みんなと戦おう。行くぞ！これ来なかったら、コンピューターと戦うわ。さっきね、そのネットワークでやってみようと思ってさ、テストで。でもマッチングしなくて。だから、ちょっと、コンピューターとしか戦ってないよね。どれだ？これかな？どれだろう？そう。まだいなかったん。うん。メルはプレステ4です。プレステ4カジュアル、これ？ありがとう、 Thank you。 ベルーム作成、こっからは知ってるよ。ね、メルメモってるからちゃんとね。で、まあ一回やったら抜けてもらう感じにしようかな。うん、厳選にしてね。ルームポリシー、誰でも歓迎。バトルカウント260、気にしない。オフ2人、 OK。 それでこれ来んのか本当に。え、これメル、ん？ん？誰がメルだ？これ、このみかん部。あ、これか。そうだそうだ、みかんをメルだ。オッケーオッケー。あ、え、人来た。え、来てくれた。これどうしたらいいんだ？レディーかな？レディー？みかん部。みかん部。メルの猫の名前がみかんなんで。よし。Welcome to the stage of history.え、これ選べるよね、メルが作ったやつ。あれ？どこで選ぶんだ？あれ？あれ？メルが作ったキャラいない。どこ？真ん中？あ、ほんとだ！よし、どれしようかな。いや、先にこのゴリマッツァ行くか。あはははは！あ、そう、声変換するの忘れてた。しまった。あれ、待って、ポルカじゃん！ポルカ、え、めちゃくちゃ似てる。ポルポル、ポルポル。負けられないわ。ちょっとこの筋肉で負けたらちょっと恥だよ。負けねえ。悪魔に身を売った人間としては
負けられねえ戦い。行くぞ。おればさ、爽やかすぎでしょこれ。うん、似てる。ちょっと、え、待って、声も似てない？戦えばいいだろ。戦えばいいんだろ。行くぞ。なんだこれ、ちょっと待って。おら、これが悪魔の力じゃ。おら、どうだ。必殺技とかどこで出すのこれ。ポンポンな、ポンポン言ってるよ。ポン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 。いやー、いやー、え、待って、必殺技出た。おっ、痛い。これガードか。ポン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 。やばいやばいやばい。でもメル、まだ今リードしてるの。いけるよ、やったー。ポンポンポン。なんだこのポンポンポン、効果音がちょっと。おっ、痛い。ポンポンポン。せやっ、うわっ。なあ、え、ちょえ、落とされた。おい、間抜けの死に方したんだけど。いやー、ちょっと一番したくない死に。そうだそうだ、ソウルキャリバー落ちたら死ぬんだ。やべ、ちょっと落とせば勝ちなの。やべやべ。え、なんか出た。え、なんだなんだ。ちょっとちょっと。おお、待って、やばい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 、負ける、負ける負ける、やばい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 。あおりまーす。フルボッコだろ。何それ、ちょっと待って、強いって。ああ、そっかそっかそっか。まだまだ参れ、まだ参れ、まだやれる。え、強くね、何それ。え、負けた。オリバが、オリバが、ちょっと必殺技どうやって出したの。もう、あ、どうした、あ、どうした。メリー、じゃあ次はメルの、あれだ、あっち使おうかな。と、音量ね、ゲームの音量ね。最強のメルで行くわ。なんて言った今、かませてって言った。え、今かませてって言った。どれくらいかな、これくらい。ちょっと待って、音量。Blood, flesh, and souls are offered to the gods. これくらいでいいかな。え、かなかなじゃん。私に勝とうってのメルに勝とうっての。負けられる。ほっ、痛い。お、今の強い。いやー、やめてやめて。スクミズメルちゃんだよ。ちょっと、スクミズメルちゃんだよ。ほらほら。え、カナタ似てるぞ、声が。いやー、ちょっとみんな強いって。やってるな、これは。これ普段やってるなぁ。もうやられボイス聞いてる余裕がない。ちょっと負けられない。メル、メルちゃん、メルちゃん頑張れ。いけいけ。痛い。やっちゃおうかな。何やっちゃおうかなって、何よ。いけよ、頑張れメル。ちょっとやばいって。やっちゃおうかなで、どうなるんだこれ。ちょっとガードガード。いやー、それ、やったー。
なんとか勝てた。カナカナには勝ちたいな。ちょ、ポルポルに負けたから。おっ、くらえ。いやー、これは、いや、受け身取りたい。でも落ちろ、落ちろ。何それ、ちょっとかっこいいんだけど。僕の勝ちみたいだ。めちゃくちゃ似てるじゃん。僕の勝ちみたいだ。勝てねえじゃん。全然勝てない。ちょっとあと一戦やったら、やり方見るわ。わかんないもん、何もわからん。ガチャガチャプレイすぎて勝てない。わからん。じゃあこの本当のメルでいくか。私に任せて。寄せていく。ルーナじゃないこれ。ルーナか。いくぞ、本気のメル。メルーナ王国、戦いが始まる。なあ、みんなキャラメイクのクオリティ高。ちょっとお姉さんなルーナなんだけど。いくぜ。なあ、それじゃ行くよ。それじゃ行くよ。私に勝とうってのメルに勝とうっての。行くぜ。でもなんか強いんだけど、もうすでに。うーん、もうこの野郎、このちょっと待って、ちょっと待って。なんか今見えてはいけないものが。メル、落ち着け落ち着け。頑張れメル、勝てるぞ、勝つんだ。やばい。ちょっと何それ。ちょっといやー。ねえ、何それ、なんじゃそりゃ。え、どうなってんの。え、超能力者だって。強いガードしてるのに。とりゃーばっか。ほらやり方覚えなきゃな。なかなかのもんね。ありがとう。んな強いって。んな、ちょっと初心者いる。初心者、もう今ダウンロードしたばっかみたいな人いないかな。コマンドがね、わかんないよな。必殺技とかどうやって出すんだろう。どこで見れるんだ。ちょっとじゃあ、アリマさん。アリマさん、終わったら、見るわ。キャラクリしてない？してなくてもいいよ。うん、もう。でもしてるってことはガチ勢だから。ソウルオブヨシミツ。お？キノコは
待って、ボタンちゃん来た。なんでみんなコロベンのキャラクリしてるの、すごくない？もしやみんなしてる？ラライオン、ラライオン来た。めっちゃ来るじゃん、コロメン勢ぞろいなんだけど。シシロン来たで。勝てるか。しかもジャングルだし。ちょっとボタンちゃんの仲間いるんだけど。勝てるかこれ。メル、いや勝てるかじゃない、勝つんだよ。命を燃やして。どごー。じゃあ強いて。何それ、落ち着け。ガードはこうか。え、ガードしても食らうのこれ。止める。もし瀕死状態なんだけど。ちょっと、メルキックしか通らない。ガード不能技そんなんの。リーチが結構短いな、これ。痛い。みんな似てるの。声まで似てるんだけど。悪くないな。うん。似てる。ちょっと一回抜けます。ちょっと待って、練習しよう。ちょっとわかんないわ、本当に。どれだ？バトル。どこでできるんだろう。ちょっとその前に、オリバさんを、声をね、爽やかすぎたんで、強キャラ感増したいと思います。手術します。声変えます。CV。CV やっぱりさ、もう、なんか、すごい、なんだろう。スネークみたいな声にしたい。声はどこだ？これか？どれだ？これだ。待って、若い村人じゃん。ノーマル違うんよ。全力で生き死んでもらう。ああ、ならず者。シーベしてるじゃねえ。おうおう。この戦い、心を踊るぜ。あ、聞こえてる？この戦い、心を踊るぜ。この戦い、貴様、何故に戦う？目に恐怖が見えない。ちょっともっとなんか。これはイケメンすぎる。なんかブワーみたいな、ブワーみたいな声。しゃあねえ、ぶっ飛ばすか。ちょっとね、かっこよすぎるね。ぶっ飛ばすか。ぶっ飛ばすか。これか？これじゃないか。これはもう人間じゃない。これか。何言ってるかわかんない。何を言ってるかわからん。これかな。これが一番近いか。この戦い、
これにするか。もうちょっと低い方がいいんだよね。低くするわ。おー、いいじゃん。いやばい。結局人間じゃなくなってきた。ちょ、声聞こえないよ。声全然聞こえなくなったよ。ご全然全然なんか声量なくなったんだけど、なんで？ここら辺でいいか。うん、 OK。 もごもごしすぎだろ。オッケー、炎届こい。よし、これくらいか。ゲームどう？よし、じゃあトレーニングをしよう。どこでトレーニングできるんだ。ストーリー、ソウル、ストーリーじゃないよね。普通にバトルでいいのかな。あ、バトル、トレーニング、これか。ありがとう、 Thank you。 頑張る。練習しよう。まずは必殺技を出せるようにならないと。そうなんだ。よしみつ、目標を排除する。で、新しいキャラかなこれ。ゴー。必殺技出せるようになりたいって。ファイト、ゴー。ファイト。あ、こいつはもうサンドバッグということ？これガードでしょ？なんか出てないのかな？何を出したらなんかいいのか。これが掴む。うん、技表をちょっと見たい。技表これか。ちょっと待って、いっぱいある。主力技 BBBABA と B、 A と B、 丸と×しかないけど、丸 B。 必殺技どれだ。いっぱいありますね。戦術指南、これ吉光だよね。初伝、うぅ、主力技だけ覚えればいい。 OK。 AAA AB、 基本なんか AB ばっかりってことか。うんうん、主力技ね。これか。A と B。まず A と B はどこなんていう。M。M。S、T、H。B、A、B、B。A、B ばっかだね。A、B。あ、ほんとだ。書いてるわ。左あるわ。A が、A が四角、B が三角、ここか。メルネ、丸とバツバコをしてた。キックが丸。A、B、こう。うわ、なんか強くなったぞ。ガチャガチャこれ。なんか一気に強くなったんだけど。強いじゃん。
おお、必殺技でしょこれ。落ちろ。よし、こんな感じか。わい、ほう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 。やいや、キックね、キックがね、ちょっとね、隙が多いんだよね。キックがちょっと隙が多いから、やっぱ基本的に AB やった方がいい。 AB、AB、AB。 AB、AB、AB、AB。 必殺技がなぜ出たのかがちょっとわかんないだよね。AB、AB、AB。 R に押し、ここか。あ、ほんとだ。え、これここ押すだけでいいんだ。くたばれてたの。あ、ゲージが溜まったらか。上のここか多分。気持ちよくしてあげる。ごめんごめん。ショートカット、なるほどね。じゃあ上のゲージが溜まったらここ押したら必殺技が出ると。カプッと。うん、いいね。あ、なんとなく分かってきた、うん、さっきよりはいいと思うわ。オッケー。これがつかみだよね。つかみあんまりな、成功しないんだよな。これはなんだ。おお、え、やっちゃおうかな、やっちゃおうかな。まあなんとかなるやつ。これで勝てるか。まあ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 、 OK です。じゃあこれでちょっとやってみよう。いくぞ。クリエイティブ。ルーム作成。誰でも OK。バトルタイム60。OK。さっきよりはマシだと思うけど。基本やっぱ A、B やるべきなんだ。スーパーミントさん。タイヨロ。Welcome to the stage. ミネチかな。誰が来るんだろう。Soul of Yoshimitsu。行くぞ。カタナロスにはいいが。え、誰？待って、誰？え、待って。え、カナタ。え、ちょっと待って。さっきのカナタどこ行ったの？ゴリラになってんだけど。悪魔に身を売ったんか。花金の悪魔に身を売ったんか。さあね、ぶっ飛ばせ。声どうなってん。私に勝とうっての。行くぞ。人間に戻さなければ。
それ何なのよ。行くね。行くね。終わっちゃえ。こんなゴリマッチョ体格が違いすぎるだろ、これうるせえもうやばいってもうやばいでしょ、これなんなの。そりゃあんたに比べたら弱いわって感じよ。体格どうなってるん、ちょっとはねえ。流行り、流行りでした。もう、握りつぶしちゃうぞ。ギュッギュッじゃないんだよな。レリ？レリ？これ同じ人？え？変わった？Welcome to the stage of history retold。強すぎるって、メル一回も勝ってないんだけど。Soul of Yoshimitsu。ねえ。勝ちたい、これ勝たないと終われ、カリオペじゃん。ちょっと強そうだぞ、カリオペ。なんかめっちゃ強いじゃん。だってポイントがさ、もう401あるんだよ。メル無一文なんだけど。もうさっき始めたばっかだからね。もう絶対強いじゃん、この人。ダークネストシャドウ。かっこいいな、音楽に。もうカリオペ似てるな。私に勝とうってのやめろって、生きるな、メル。生きるな、生きるな。そんなのあるの、釜とか。行くね、行くね。ダメだよね。え、ちょっと初勝利やった。
嬉しい。カリオペに勝った。カリオペに勝った。カリオペに勝った。ちょっと嬉しいんだけど。メルちゃん、メルちゃん初勝利。必ず勝つ。次、あ、ルイちゃんだ。ルイちゃん、ルイちゃんイケメン、イケメンすぎんかでしょ顔。ホロックス代表。ホロックス代表。かまあ代表、まあ、そうか、そうだね、代表といっても過言ではないな。待ったかねー、イケメンすぎるでしょ。ちょっとムーンオブ、覚悟はいいか、覚悟はいいか、ちょっとやっぱ似てるんだよな、みんな。私に勝とう、メルに勝とうってのメル、頑張れ、頑張れよ。オラオラオラックスに負けるな、この野郎。おばれ、ホロライブ一期生ぞ。オラ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 、あーあああ、いけメル。いや、オラよっしゃ。メル、この動き、この動き癖になっちゃってる、やばいな、この癖やめないと。やばい、そう、足蹴りやめてください。やばいやばいやばい、あ、たた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 たおらおらおら、よっしゃー、勝った。プレインビクトリー、よっしゃー、これが真、ま、あーバカ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 、お前はそんなポーズしかないんか、やめろ。ちょ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 、あのさ、そのこの画面だと隠れないよ。え、待って、こんなポーズしかないの、もっとかっこいいポーズないっすか、吉宗さん。あったよね、なんかかっこいいやつ。これこれ、みんな嬉しいの、嬉しい、このファンさ。吉光、あ、吉光だ、吉光ちゃん、せっかく勝ったんだからもうちょっとかっこいいポーズしてくれる、閉まんないからさ。ちょっと、このキャラしかさ、トレーニングしてないからさ、選べねえな。あ、スバル、スッサン、スッサンじゃないっすか。なんか、なんか恥じらいというものを持ってくるよ、吉光。シュバ、始まる始まる、負けないからね。メルだってバキを見たんだから。もう心得ている。行くぜ、スッサン。いくらダーリンとはいえ、手加減しないよ。Warrior spirits are forged below the never-ending skies. この、ここのステージ好き。ここのステージ好きなの。メルに勝とうっての？行くぞ！お、ちょっと待って、シュバ、シュバ強いぞ、シュバ、シュバ、メル負けるな、シュバ、シュバに痛い痛い、とりゃリーチ長っ、負けない、そいや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 、あそいやそいやそいや、まあ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 、まだ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 、リーチ長いな、いいね、スッサンちょっとずるいよ、リーチ長すぎない、やばいやばいやばい、なんだこれ、痛い痛いよ、
チリーチ短いって。始まる始まる、やばい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 、いくね。やだ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 、何それ、ちょっと強いって。スバルいつの間に水の呼吸を覚えたんだよ。ねえずるくない、こんなかっこいい必殺技がある。なんかメルの必殺技、なんか閉まんないんだよな。見くびってた、お前いつの間に水の呼吸取得したんだよ。若いもんには負けん。じいじ、リーチ長いのいいなぁ。そっちの方が強い、もしや。なんか意外とみんなやってんだね。みんなホロライブのクリエイトしたの。Welcome to the stage of history retold。 吉光がちょっとあれなんかなぁ、上級者向けなんか。 Soul of 吉光。 ねぇ、でも2にもいたんだよ、吉光って。負けないから。フレアちゃん来た、フータン、みんなすごいんだけど。やっぱそうだよね、難しいキャラよなこれ。勝ちたいよ。オリバー後でやるか。フータンかっこいいな、ちょっとメルも本気出すか。そろそろ。はっ。The cacophony of battle cuts through the deathly silence in an invitation to madness。でも本気出すぜ。行くよ。私に勝とう。メルに勝とうってな。行くぞ。どうだ、これが本当のメルだ。後ろ向いてダメよメル。これフレアちゃん。あ、いや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 、なんかメル息吐いてる。なんかね、攻撃した後後ろ向くんだよな。毒吐いてる。やだ。次。やあ！バカー！ちょ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 ！早くルーム戻れ！バカ取れ！待って、期待してたのに。他にもポーズがあるって言うから。こんな、ちょっと待って、変えるわ。ダメだってこれ。今のメルじゃないよ。これ、はい、違います。メルもっと清楚だから、こんなことしないよ。ひどいよ。Welcome to the stage of history. みんなが吉光にしろって言ったから。まあメルもシナジーあるとか言って選んじゃったけどさ。どうしよう、やべえキャラしかいない。やべえキャラしかいない。作ったのメルだけど。待って、ごっつい、あ、バキが始まった。ちょっとスイちゃん、スイちゃんも悪魔に身売っちゃった。相手も悪魔に身を打った。やべえやべえ女来た。待って、強そう。
強そう。オメルも強そう。ポンポンポン、あ、ポンポンポン、あ、ポンポンポン。ちょっとさ、強そうなのね、この効果音よ。ポンポンポン、あ、ポンポンポン。やめろ、やだやだやだ。お手玉しないで、メルデ。あ、ポンポンポン。どっこいしょ、どっこいしょ、あ、どっこいしょ、どっこいしょ、あ、どーらん、どーらん、あ、どーらん、どーらん、どーらん。あ、いてて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 、いないよ。負けられないこの戦い。よっしゃ、きちゃ、これが悪魔、悪魔の力。ゴラ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 。あ、ソーラン、ソーラン、金堀さんから教えていただいたソーラン節。わあ、なにそれ、ずるいよ。こっちとら拳で戦ってんだぞ。なんだその斧、捨てろ。反則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 、負けです。ダメです、そんな斧なんか使っちゃ。おら、シュッシュッ、あ、かっこいい、かっこいい、かっこいい。やったー、イエーイ。すごい演奏してるみたいなね、指揮者のような動き。俺様に持ち分けにいたらちょっと股間アップにするのやめて。さっきから本当にさ、助からないから。え、勝ったよ。オリバ強くね。オリバ勝ったで。じゃあ、ちょっと滝ベースの可愛いメルちゃんをやって、ラスト、ちょっとメルのマジ好みな女作る。うん。そんでやるわ。そんでやって今日おしまいにしよう。ガチ好み女作って、ちょっとね、いろいろ起きた事件を洗い流そう、みんなで。いろいろ見ちゃったからね。かわいいこのメル。恐れるがいい。もう清楚だわ。誰だ。あ、もう普通に強そう。え、待って、66,845点。ちょっと待って、勝てるかこれ。強すぎないか。マジンガー、なんか やばい人来たんだけど。ほんとだ、なんかロボット、私に勝とうってのロボットにスクミズの女が勝てると思うか。いやいや、しかし、スクミズは正義。みんな大好き。男の子はロボットも好きだけど、スクミズも好きなんだよ。そうだろ、男子諸君よ。痛い痛い痛い。え、何それ何それ。え、消えた、だと。痛いよ。いやーロボット VS スクミズファイト。惜しい。それな、これ、それなんなの、それ。消えるの何よ。わあ、ガードできない。痛い痛い痛い。頑張れ、メル。いいよいいよ、諦めるな。それ強い、それ強い。落ちろ。よっしゃー、落とした。落ちたな、スクミズのメルに落ちたな。あ、やばい、まだあった。やばい、シャッシャッシャッ。おれ、おらおらおら、ロボット負けない、ロボットに負けない。痛い痛い。ちょっと、あ、やめろ。あ
victory and bask. あ、分かったぞ。あの海賊か。海賊の人がベースになってんだ。縛られん。今まで縛られてたってこと？やはり貴様、貴様、そっち側の人間ということか。負けた。もう強いよ。さすが、もうさすがです。タイアリ、タイアリ。わ、ちょっと入ってきちゃったから、じゃあ、あ、抜けてくれ、ありがとう、タイアリ。じゃあ、ちょっと、みんな早くない？ちょっと、マロンソーダさん、じゃあマロンソーダさんで一旦クリエイティブ戻りますんで、うん、マロンソーダさん、タイヨロ。 Welcome to the stage of history retold。 どれがいいかな。ランダムできないのか。体感的には強いの、やっぱこれだな。これ強いわ。ヨシミツ、チョコ先生じゃん。ちょっとメル選べばよかった。くっそ、なんでメルこいつ選んだんだよ。チョコ先生来るならメル選べばよかった。オリオン、オリオン、チヨコ来た。いや、待てよ、逆に考えろ。メルだったらチヨコに攻撃できなかったかもしれないね。そうそう、そういうことですよ。 The fight to realize your ideals shall never end。 悪魔と悪魔の戦いだ。やっぱそうだよね、アイビー型だよな。見せてもらうぞ。バトル1、ファイト。わ、すごい、ハート出る。え、すごい、武器。うお、ありがとうございます。ありがとうございます。ご褒美です。我々の業界ではご褒美です。ああ、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。ああ、おら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 、痛い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 。いやいやいや、あ、ありがとうございます。ご褒美です。負けても嬉しい。負けても嬉しい。ほら、ちょっと、あ、マジ強い。チョコ先生強い。ポンポンポン。ポンポンポンが全然通らない。お、なんだ。ほら。ちょっと、お尻。何これ。何これ。ほんとそうだよ。何これ。ポンポン、あっ、よっしゃー、オリバー。オリバーだってたまには攻めもできるんだぜ。お尻助から、ファイナル、勝ちたい。あっ、ドドン。チョコ先生強いな。ありがとうございます。ああ、ああ、ありがとうございます。ああ、気持ちいい。ああ、パスカル。いや、いいんですよ、これで、うん、我々の業界ではご褒美です。ありがとうます、チョコ先生。やっぱあなたには攻撃できない、うん、たとえね、それがオリバーだとしてもね。じゃあちょっと一回抜けます。じゃあガチのメルの好み女作って、つよつよにするわ。今日のコンセプトはね、最強キャラだからね。頑張るぞー、作るぞー。マジ可愛い女。まあ、人間かな、女子。でも、もう小悪魔が一番
声は好みかもね、可愛い。うん、そうだな、タリムちゃんかな、やっぱタリムかな、可愛いもんな。うん、この腰くねくね、腰くねくねいい。で、素体はん？人間。標準。身長はちょっとちっちゃい方がいいか。ちっちゃい。で、まあ体はこれでいいでしょう。お胸はまあもうちょっと盛るか。ここら辺。君でもこの辺。まあみんながね好きなんてなんかちょっとムチムチがいいんだろうけど、まあメルはこれくらいがいいな。よし、顔はまあこれかな。髪型はそうだな、ロングにしようかな。ショートも好きだけどロングヘア、ロング、これかわいいよね。お嬢様フェアリーカール、これはプリンセスロング、これもいい。好み女、好み女はそうだね、まあこれかな。これかわいいわ、これしよう。眉毛ちょっと見えないから、まあ、ぶっちゃけこれでも見えないからねその眉毛の処理できてないみたいになってるけど、まあいいでしょう、これで。まあこれかな、いいことしちゃう。で、かわいい。オッケー、フェアリーカール。装備パーツはそうだな、本当はこれがいいんだけどね。水着か、水着、水着もっと可愛いのないのか。これはこれいいやん、これにしよう。もう水着だからもう足いらない、足のやついらん。 OK、 腕のやついらんか、腕もいらんか。これがいいな、お金ないもんだって。オルタービキニか、もうこれかな、これにするか。よし、これにしよう、決まり。 OK。 で、髪色ね、髪色は髪の色はそうだな、ここら辺好きだな、このこういう色好きよ、ちょっとピンクがかった感じ、いいね。みんなどう、これ見下されてるアングルですどう、まあ汚いって、なんでそんなところに這いつくばってるのかしら、まあ汚いわね。ありがとうございます。で、目の色、目、おめめ、目はね、ヴァンパイア、赤い目がいい、ヴァンパイアっぽい、ここら辺かな。いいねー、これは？あ、こういうのも、あ、化粧もできるんだ。唇は。リップ塗るか？リップ、赤いリップ。フェイスペイント。まあでもこれくらいが可愛いよね。うん。まあなんもなくていいか。これがいい。よし、なかなかいいんじゃないですか。
もできんの？ちょ、これ大丈夫？これいいのか？これいいやつ？これはちょっと油色ではちょっとこれ義経とかさっきのあったけどさ、ちょっと待ってこれメル確認するわ。メルちゃんで隠すわ。メルのここ見といて。撮影なるほどね。あー表情も変えられると。はあ、はあ、あーこんなの見せられないよ。あーダメ、こんなの何してるの、もうハレンチハレンチ、あーもうダメダメダメ、もう何してるの。あーこれはバンされちゃうな、これはこれはやばいなぁ。みんな見たいんだろうな、これ。見たいんだろうな。うわぁ、すごーい。すごいなぁ。めちゃくちゃすごいわぁ。うわぁ。うわ。うわわわわ。こんな。ちょっとこれはね、みんな、鼻血出ちゃうなぁ。何も映ってません。何も映ってない。もう何もやってないから気になっちゃうでしょう。これポーズとかないんか。あ、ポーズあった。あやばい。あ、でもこれくらいなら見せてもいいよ。こんな感じ。回ってますね、うん、すっごい動き。そういえばそんなキャラだったな。わ、うわーメル様のおなーりー。動きがね、うわっやばい。ちょっとケツが隠しとく。あー、やっぱよしみつさんね、ちょっと、いやー、それダメ。それダメ。それさっき見たやつ。なるほど。ここで確認しとけばよかったな。こいつがどんな動きするか。なんなの、その動きは。なるほど。動きがやばいよ。いや、これやばいでしょ。ちょっと。おす。メルだけ見る。なるほどね。あのさ、股関節の動きやばいて。わかった。なるほどね。まあ皆さん楽しんでいただけたでしょうか。うん、もう吉光やめよう。ダメだこいつは。でもセクシーでいこうね。オッケー。見る、ちっちゃくなるわ。なるほど、ここで動き見れたんか。なんだ、よし、よしみつ退場。もうダメ、あんたダメ。配信載せられない、あんた。名前何にしようかな。名前はメルルにするか。メルルです。はじめまして。かわいい。メルルだよ。アイミー難しいかな。まあ、いいか。なんか他かわいい子ある？タリム。くねくね。タリムでもいいの。いや、アイミーで行くわ。
そう、セクシーで服がね、セクシーなんで。オッケー、メルルです。いいんじゃない。じゃあこれでね、もうちょっと何戦かしてみんなと戦うか。ネットワーク、え、服を着せないと。服、え、服着てない。脱衣要素、脱衣、服脱ぐってこと、どういうこと。え、脱衣 KO とかあんの。脱げるってこと？アーマーブレイク？そんなのある？ダメージで服が破れる！なんだって？と、一体ソウルキャリバーはどうなっちまったんだ。2でそんな要素なかったはずなんだけど。練習します。練習します。え、これどうやったらいいんだ。装備パーツで、あ、もう壊れてんだ、これが。もうこれが壊れた姿。なるほどね。え、じゃあ最初はさ、なんかでもそれってメル負けなきゃいけないってこと。あ、壊れ、あ、なるほど、これ切ればいいんだ。これ来て壊れたのがこっちってことね。どう変わった？これちょっと破れてるだけ。壊れ、上に着せればいい。上に何着ようかな。じゃあちょっと露出度低いのにしようか。ん？同時にできない。あれ？できないって。あれ？同時にできないパーツ。そんなのある？またこれ切るじゃん。干渉するものは切れない。え、じゃあどれがいいんだ。結構どれも干渉しちゃうけどな。わかった、これにしよう。これにして、んで、あ、これでいいじゃん。こういうことでしょ。あれ、なんかとんでもない服になってる。これは、これが良くない。これが良くないよな。こうか。これでどう？うわっ！これはこれでちょっとエロいけど。これはこれでいいけど。どうだ？これは。あ、いいね！これいいじゃん。これいいよ。これとか枯れシャツっぽくて良い。そうね。これは？これちょっと攻めすぎかな。最初からエロい。これにしよう。うん。これいい。これでいくか。か、これかな。あ、これいい。あ、町娘！町娘！あーれー！よし、これでいこう。え、こっからあんな感じになっちゃうとこ？まあ、やっぱね、露出少ないところから始めるのが、いい。良いではないか。やめてください！ネットワーク。あーれ、お代官様！やめてください！ぐへへへ。
り若い娘のピチピチの肌はいいな。ぐへへ。60、これでいいか。いきます。良いではないか、良いではないか。やめてください。行くぞベタすぎる。タイヨラ。え、でもこれ負けても嬉しいやつか。なんならみんなメルに負けてほしいと思ってんだろう今。メル好みの女かわいい。行くぜ。誰待って、これまたカナゴまたカナゴリ来たー。もうにどんどん人間じゃなくなってんだよ。待って、第三形態ってこと？一番初めの可愛いカナカナは第一形態。さらに進化してる。どんだけ進化すんねん。リンゴ持っとるやん。行くぜ。お代官様、お代官様、ちょっとごついよ、ごついよ。あ、痛い、あ、痛いです。わあ、お代官様痛い。これ全然脱げてないよ。本当に脱げるんか。ん、脱げてる。なんか違うゲームになってきてるよね。本当に脱げてるんだ、これ。脱げる攻撃？脱げる攻撃？大技。じゃあ私に大技。アーマーブレイク。あー、ほら、脱がしてみせろよ。ぐわ、どれだ。あ、これか。あ、死んだ。あー、待って、あー、脱げてる。 The battle is over. 脱げてるよ、みんな。こんな楽しみ方でいいのか。負けちゃった。でも最高の気分左上最高の気分で楽しく対戦ありがとうございました。もう一瞬だったけどね全然悔しくない。これでいいのか、ソウルキャリバー。これでええんか。もうほとんど一瞬しか映ってなかったけど。へえ、こういう楽しみ方もできるんだ。なるほどね。あ、1試合目で脱がされなきゃいけないか。分かった。じゃあもう一回脱がされに行くわ。私に任せて。行くぞ。参ります。ソラ先輩、メル、ソラ先輩の前で脱いでもええんか、これ。あ、そうか、逆に。でもちょっとさすがにソラ先輩をそんなことするのはちょっとな。メルルです、はじめまして。さすがに、ちょっと、メルル。うわ、どっちも困るな。脱がすのも脱がされるのも。困る。Warrior's spirits are forged below the never-ending skies. いざ尋常に。やっぱ似てるな、みんな。すごいね。うまいね、作るの。私に勝とうっての？行くぞ。と、メルル戦っちゃダメな。あ、痛いよ。お、痛い。
ないんだ。あー遅かった。あれ全然こんなにダメージ食らってるのに、おかしい、おかしいよ。じゃあ戦う、戦おう。うわやば、強い今の。なんだこれは、かかと落とす。え強くね。Victory will not come easily. It must be seized. あ、なんか来た。痛い。ほっ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 。水の呼吸も使えてか、やっちゃおうかな。ケオ、ちょっとうまくいかんかったけど勝てました。もう勝てたからいいね。はいはい、やりはい、やり、トロフィーを獲得しました。戦士はさらなる高みを目指す。着物にしない方が良かったかな。一回抜けよう。あーごめんごめん、抜けちゃった。ちょっと待ってね。だったら最初からもうなんかやっぱりさ、もうね、好きな服着た方がいいわ。うん、ちょっと最初から可愛い服着ます。装備パーツ、これを脱ぐ。これも脱ぐ。これは本当はここら辺がいいんだけど、うん、まあしょうがないからこれで OK 完了。よーし、じゃあもう少しやるか。かわいいでしょ。戻ってきた。タイヤラ、この服ね、いいよね。うん、OK。レディー。かわ、かわ、え、かわ、え。タイヤラです。Soul of Ivy。かわいい。私に任せて。かわいい。さて、行きましょう。え、ちゃん。すごいな、どんどんフォロメン来るな。それ何、自撮り棒？なんか自撮り棒持ってる。一緒に写真撮る？ちゃん。すごいな。なんであるんだ、その T シャツ。え、すごくないこれ。本当にカバーの T シャツだ。ちゃん、何持ってんだよ。ちゃん強いぞ。ちゃん強い。ちゃん強い。仕事のストレスをメルにぶつけてるな。そんな、やだやだ。あっしゃー、ギリギリ勝てた。
隙がないな。わあ、必殺技出したいのに。あ、やばい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 。あー、エイちゃんの必殺技。わあ。そんなもの。そんなもの。これ何？Aちゃんハリケーン。えいちゃんなんか声が反響してるよ。よっしゃー、くる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 、ダーン。わー、痛い痛い痛い。もうなんだこれ。あー、やば、必殺技がする。あー、A ちゃんハリケーンが、あ、まだ生きてる、メルまだ生きてるよ、まだメル丸、やばい、ああ惜しい、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 悔しいな。無駄だって分かった。何持ってんのそれ。クリエーション派ダイヤリ、惜しい。どれが一番強かったんだ、分からん。ニコピー来た、ニコピーってことはニコチが来るんか。そろそろメルに戻るか。Welcome to the stage of history. ニコチ来る？メルに戻るって言っても左のメルしかメル訓練してないんだよな。もう初めに作ったメルでいっか。おっ、ええああ、私、あ、あくーちゃん、あちし、そこみこちじゃないかい。みこちじゃないかい。The desire for power leads the warriors to the arid desert。 あちしか、負けられないな。ちょっと負けないからね、メイドさんには負けないよ。うわ、痛い痛い痛い。おお、いい勝負だけど、あー惜しい。いや、これだから格ゲーは面白いよね。それなんだ、そのベースのキャラはなんだ。ドゴン、え、ガードされたんだけど。ちょ、あー、いけ、よっしゃ。え、なんでガードされたんだ。2位よ、ないよ。ちょっとグロい今のが。フルボッコだ、ドンじゃん。なにこれ、なにこれ、潰すよ。おい、1対1だ。Victory will not come easy。 あー、アクアちゃんに勝てるかな。あちしに勝てるか。え、なんか男の声がしたぞ。なんだ今の声。いやー、ちょっと、やだ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 。わー、痛い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 。これひどいよ。
よこれ。何これ、え強っ、負けちゃった。あなたも強い、ありがとう、褒めてもらって。なんだ今の、何が起きた、一気にさ HP がさ、どうなってるん、何が起きたのかわからないんだけど。ジジ、頼り。そうね、なんか悔しいな。Welcome to the stage of history. ポカーン。え、本当ポカーンなんだけど。Soul of Yoshimitsu。勝って終わりたいよな。ゲームはやっぱ勝って終わりたいよな。最強のメルだよ、だって。あ、ラプラスちゃんだ。なんかラプラスちゃんめちゃくちゃ身長伸びた。かっこいい。我が輩操作わからん。勝敗なんて時のめっちゃ設定してるじゃん。負けないぞ。 Now the noble wolves carve their souls into their souls. それじゃあ行くよ。角すごい、カブトムシみたいになってるよ。それどうなってるの、殺意力高すぎだろその角。痛い、おらカブトムシか、じゃあクワガタか。ゲシほら、うわぁ、ちょっとなんか重くなったね。重く、相手との通信、やぁ、山だー、消えていった。山だー、不戦勝、山だー。回線がマックでやるから、マクドでやらんといて。再現度高すぎだろ。細かい、本当にそこまで狙ったのか、すごいな。なんかあれ、ポーシンがチョコメイトさん、ショコラちゃんがなんかすごいことになってるけど、チョコ先生リスペクト。ちょっとゲームの音がちっちゃくなった気がする。なんでだ、あ、大きくなった。え、なんかちっちゃくなる、なんでだ、ゲームオンバランスがなんかおかしくなってる。あ、これ入ってんのチョコ戦だろ、それな、チョコ先生だろこれ入ってんの。なんか KO だけでかくね、バグった。Fight to your last breath. はあ。なんかバローだけでかいんだけど。あ、戻った。うわ、やべ。え、チョコ先生になった。え、何それ。え、すごい。いいな。楽しそう。どっち？メロ落ちた。え、メロが勝った。メロが勝った。メロ走って最強。
よかった、チョコレートさん。ね、やっぱ中身チョコ線じゃねえかよ。ありがとう、タイヤリー。え、そんなことできんの？芸が細かい。タイヤリーでした。うん。作んのうまいな。使いこなしてるじゃん。すごいわ。じゃあこれでラストかな。ラストにしよっか。え、みんなすごいな。細かいな。すごい。それでなんかいつかみんなメルも作ってよ。みんなが作ったメルも見たいわ。あ、ラミーちゃんだ。でもこれラストって言ったけど、これ勝たないと負けて終わりになっちゃうんか。ラミー、ラミちゃん、かっこいいの。しかも表彰の魔術師、魔術師、表彰の魔術師、似てんな。こんなみ、え、ほんとだ、アホ毛あるじゃん。いいな、それちょっと抜いてメルの頭に植えさせてもらおうかな。私に勝とうっての？勝とうっての？バトル1ファイト。どうしようかな。ダメないで。じゃあ次行け。終わっちゃう。おらおらおら、次は行くね。終わっちゃう。うわー、蹴りが強い。ね、炎使ってるじゃん。氷じゃないんだ。いや、うん、炎を使っとるやん。あ、剣レース。なるほど。何飲んだ、薬。ちょっと強くなってるよ。おかっこいいよ、メルかっこいいよ。はっ、いた。お酒を飲んだのか。痛い、やばい。1対1だ。くぅ。なるほどな、だからそのキャラ選んだもんね。さすがよ、そういうところもね。ラミーちゃん痛い。掴もうとして。負けたんだが。シャオラっつって。シャオラ強いな。惜しいな。でも惜しかったな。くー、ちょっともう一回やりたい。ちょっとファイナルラストやりましょう。ファイナルラスト勝ちたいんだ、メルは。だって最強のメルだから。私に任せて。どうなっても知らない。え、待って、メル来た。ちょっと待って、メルよりメルじゃん。おいメルよりメルじゃねえかよ。ちょっと、まあ、しかも名前もよそらメルだ。
来ちゃった。やべー、しかもなんかいいことしちゃう。ステージもそれっぽいし、私に勝とう。やばい、偽物じゃん、メル。バトル1ファイト。え、すごい、メルじゃん、ちゃんと。ちょっと強いし、しかも。うん、負けられねえ、負けられねえ。アホゲもある。くっそー、メルよりメルじゃねえか。ほら、おお、え、しかも脱げたりして服。ちょっと、すごい、作ったのそれ、すごいね。え、しかも登場の仕方まで濃いし、しかもタリムだね、タリムがベース。メルの推し、嬉しいわ。いや、お、波動、ほら、これ強いな、この下サイド。よし、私だ。やっぱ明らかに左の方がクオリティ高いな。最強、最強。でれれ、勝った。しかも最後メルで来てくれてありがとう。センキュー、センキュー、センキュー。すごいクオリティ高かった。よいしょ。いや、本物が勝ったんだよ。本物が勝ったんだよ。やったー、いい戦いだった。締めに素晴らしい戦いだった。自分との戦いだったね。ありがとう、楽しかった。ソウルキャリーもやっぱ楽しいわ。うん、いや、いろいろね、進化しててね、すごかった。まだね、試してないキャラもいるけど楽しい。キャラメイクもこんだけできたらめちゃくちゃ楽しいわ。神ゲーです。なんかいろんなね、楽しみ方もできてめちゃくちゃいいと思います。もしね、興味があれば皆さんやってみてください。うん、楽しかった、ありがとう。楽しいね、キャラメイクもいろいろできるし。いや、何よりもみんなのクオリティがね、すごかったです。はい、ということでゲームはちょっとこの辺にして移動しようかな、メルのお部屋に。よいしょ。はい、お疲れ様でした。楽しかった。楽しかった、マジで。うん、あ、オーラもね、オーラも消えた。もう戦い終わったんだよ。ここからは休息の地。楽しかった、タイヤリでした、ありがとね。うん、ちょっと飲み物飲むか。でも結構さ、やっぱね、最初に比べたら
パトカーあるようになってきたよね。うん、面白かった。うん、あのね、今ね、確かセールかな、すごい安くなってるんだよ。ぜひ買ってほしい。うん、もう1600円くらいで多分買えるはずなので。もう2時間半もやってたの、やばいんだけど。あ、でもね、メルソウルキャリバーすごい好きな作品の一つだったので、うん、まあ、ずっと気になってたからね、今日はやれてよかったね。そう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 、2000円切ってたから、ぜひやってみてほしい。あ、メルがやってるのは PS4 かな、 PS4 版ですね。うん、楽しかった。やっぱ格ゲーおもろいな、いろんな楽しみ方できるのもいいよね。激闘忍者対戦とかもやりたいし、マブカプとかもやりたいな。楽しいわ。ソウルキャリバーいいよ。ソウルキャリバーはええよ。うん、ああとあれだ、まあ、ちょっとキャラものだからむずいけど、あのペルソナとかのさ、あれじゃん、格ゲー、あれもやりたいよね。だってペルソナ4好きだからさ、ペルソナ4の確か格ゲーがあったんよ、あれやりたいなね。そう、まだね未プレイなんですよ。うん、でも配信できるかはちょっとわからんわからん、ちょっと聞いてみないと。できたらね、スッサンとやってもいいよね。スッサンちょうどペルソナ4やってたし。ねね、マリーちゃん使いたいな、マリーちゃん。CV、花澤香菜さんのキャラクターなんですけどね。マリー。格ゲーおもろいで。マリーいたよ。うん。格ゲーにいるよ。じゃあちょっとスパチュラ混ぜていただきます。ソフミさんありがとう、レイさんありがとう、フーゴさんありがとう、ジュンさんありがとう、フータローさんありがとう、ソラキュンさんありがとう、セイシーオンさんありがとう、たまご男さんありがとう。格ゲーね、まあ確かに配信でやるのは格ゲー初めてかもね。うん、でもね、実はメル格ゲー好きなんですよ。格ゲー好きなんすよ。ゲーセンとかでもね、たまにやってたし、ストリートファイターとかね。ソラキュンさんありがとう、タツさんありがとう、ヒョウロウさんありがとう。意外？あ、でもそうだね、なんか結構さ、コマンド覚えなきゃとかさ、まあ、あると思うんだけど、メルはなんか割と、なんだろう、やっぱさっきも言ったようにキャラクターのさ、必殺技を見たりとか、ボイスを聞いたりとか、まあそういう楽しみ方もしてるから、なんかガチャプレイでもね、結構楽しめるよね。ストリートファイター5、あの子好きなんよな、チュンリーだっけ、筋肉結構あるよね、チュンリーさん。メルブラってあれでしょ、ふぶきちゃんが言ってたやつやんね、メルブラ。メルブラってもう響きがさ、メルティーブラッド、これか、これも格ゲーなんだ。え、でもこれさ、出たばっかりなんだね。2021年9月30日。あ、なるほどね。吸血鬼出る。マジ？あ、リメイクされたってやつ。
おー、セイバーいるじゃん、セイバー。なんかかっこいい人いるよ。これ男の子？美少年だって。ショタいるんだけど。ショタいますよ。マリオ・ジャル・ベスティーノ、 CV、 アヤネル。しかも金髪。ショタいますよ。マッシュね、人気だよね。ショタもいるし、ノエルもいるよ、ノエル。ショタキャラもいて、ノエルちゃんもいますね。いいなぁ、やってみたい。メル、あんまりね、ちょっとフェイトシリーズはまだ、あんまり詳しくないんだけど。ノエルとショタがいるよ。シタ・ノエル？あれ？これ、ノエルちゃんのまた違うバージョンってこと？シオンもいる。シオン？シオン？シエルじゃない？これ、これネタバレ？これネタバレ？同じ名前のキャラ二人いますけど、これ。おやおや。これ月姫ってやつ？あ、そうなんだ。でもセイバーって、フェイトじゃないんだ。セイバーは知ってるよね。月姫。ああ、ゲストってこと？なるほど。ちょっと月姫見よっかな。ショタいるし。吸血鬼もいるんだっけ？見るかな、月姫。ね。聞いたことはあるよね、月姫。この子はムキムキにならない。大丈夫？この間のムキムキになることそっくりなんだけど、髪型が。大丈夫これ。ムキムキになりませんか、この子は。大丈夫か。マジ見た目もちょっと似てるんだよな。トラウマなんだよな。ならない。オッケー、よし、じゃあ見るわ。ネタバレ？ネタバレ？どこまで読んだかな。兵糧さんまで読んだかな。ムロ乱太郎さん、ありがとう。ソラキュンさん、ありがとう。卵男さん、ありがとう。キバイズミさん、センキュー。ガッキーさん、ありがとう。ガッキーさん、ギフトもありがとう。センキュー。レイジェックさん、センキュー。布ハンカチさん、ありがとう。レンさん、ありがとう。紅玉なでしこのショコさん、ありがとう。ADF さん、ありがとう。紅玉なでしこのショコさん、ありがとう。ぜひ、またやりたいね。キャラクリ。フォルティアさん、ありがとう。ほんとね、みんなのクオリティすごかった。でもなんかいろんなキャラ作ろうかな。ヒロアカのキャラとかさ、作ってみたいよね。松原翔さん、ありがとう。ショーン・ポールさん、ありがとう。面白かったよね。ぜひぜひ。黒白空さん、ありがとう。みんな他に何作ってんのかめっちゃ気になる。ホロメ以外にも作ってんのかな。ゼノ XC さん、センキュー。ナビータフェリスさんかな？ありがとう、楽しかった。またちょっと、ソウルキャリバーか、なんか違う格ゲーやりたいね。でもね、やっぱソウルキャリバーのいいところは、キャラメイクできるとこだよね。そこがまず楽しい。
そうさん、ありがとう。ねえ、自由度すごかったもん。シルフィーさん、ありがとう。ツーサゲさん、ありがとう。じゃあ、違うよ。あれはメルじゃないからね。うん。あれは、そう、操られていたの。ゲームに操られていたんだよ。いやいや、やってたの、あれ。あのポーズ。ソフミさん、ありがとう。ソラキュンさん、ありがとう。スナさん、ありがとう。パイロットリュウジさん、ありがとう。銀達さん、ありがとう。マタカッシーさん、ありがとう。ヒョウロウさん、ありがとう。グッチさん、ありがとう。CT ウォングさん、センキュー。いやいや。何言ってるの？メルがあんなポーズすると思ってるってこと？ひどい。あんなハレンチなポーズするわけないでしょ？ひどいよ。何なのマジで、あれ。ヨシミツってあんなポーズしたっけ？覚えてないな。なんか刀でさ、ジャンプするの覚えてんだけど、あんなポーズしてたっけな。そうだよ、メル、あんなポーズしないよ。ヨシミツ、ヨシミツにね、乗っ取られてたんだよね、体を。よくあるでしょ、なんか体乗っ取られてさ、なんかいやらしいことされるやつ。そういうやつだよ。うん、あんなことしたことない。配信外でもしないわ。樋口さんまで読んで、ゼイファン B さん、センキュー。羊赤さん、ありがとう。ソラキュンさん、ありがとう。やるかな、もうそんなこと言うんだったら配信外でやろうかな。やだな、でもやってどうする。うん、ちょっと興味が湧いてきた。ヨシミツの気持ちになって、どうしてヨシミツは勝った時にあのポーズをしたのかっていう、気になるよね。気になるよね、ちょっと。ソラキューさん、ありがとう。レイさん、ありがとう。ノワールさん、ありがとう。いやー、ミコチも同じ目にあったんだ。仲間だね。そうだよ、我らホロライブぞ。アイドルやぞ。あんなポーズしないよ。幼女さん、ありがとう。メルちゃんの解釈ポーズで違うから、乗っ取られただけ。トークトゥームーンさん、センキュー、ありがとう。ねえ、霧雨龍河さん、ありがとう。野球さん、ありがとう。卵男さん、ありがとう。我アイドルぞ。怖いな、催眠術って怖いわ。アリスさん、ありがとう。センキュー。ツッキーさん、ありがとう。ジュンさん、ありがとう。魔界か。焼肉屋さんかな？ありがとう。センキュー。切り抜き師。センキュー。ありがとう。攻略なでしこのしょこさん、ありがとう。格ゲー好きなんだ。目でもね、好きなので、月姫の。ねえ、メルブラやってみたいなぁ。気になるわ。うん。吹雪ちゃんとやってもいいしね。できたらいいんだけど。ありがとう。闇夜の黒猫さん、ありがとう。目の保養、本当か？本当か？あれで？助かった？本当に？ホラーマー娘のファンさん、ありがとう。助かりました。本当か？
釜揚げしらすさんありがとう。いや違うよ、メルはさ、確かに吉光のあの立ち姿はね、あんまり可愛くはないなと思ったんだけど、ドレインが使えるってところで、お、こいつヴァンパイアの素質あると思って、まあ、みんなから勧められたし、吉光さん選ぶかと思って選んだらさ、まあああなったよね。悲しい悲しい事件だったな。騙されたわ。うん、あんまドレインしてなかったしね、メル。カプッと騙された。ヨシミツトラップ。ミスターナーシスさん、センキュー、ありがとう。あ、バスとかライトボックスの広告の企画に参加させていただき、センキュー。そう、すごい嬉しかった。バスまであると思わなくて、メル。びっくりした。あのさ、バスが動いてる、あの、映像のツイートがあって、え、これ、コラじゃないよね、と思って。そしたら本当にバスだったの。すごい。バスにもメルのね、絵が乗ってて、それが走ってんの。すごいよね。ありがとうね、本当に。嬉しい。ねえ、海外に来。めぐるさん、ありがとう。そうなの、ラッピングバスが。すごかった。Thank you。まさかバスまであるとはね、思わんかったわ。したよ、だって初めてだもん。よいしょ。あとメンバーにね入ってくれた方たちのお名前、沖縄うくくさん、カラエッタさん、ゼロ XC さん、エボリューションセテベンさん、ファンジューさん、ウェルカムメンバーシップブー、ウェルカムメンバーシップブー、センキュー、ありがとうございます。楽しかった。でもなんかちょっと今日は早い時間に始めたからいい感じの時間だね。夜ご飯食べる時間があるね、今日はね、ギリギリにね、なっちゃったんだけど、たくさんみんな来てくれて嬉しかったです。またね、こういうゲームもやりたいんで、もしかしたらね、マネちゃんに聞いて、その、もしかしたら、特別に許諾取ってくれるとかもあるかもしれないから、ね、聞いてみますね。ご飯食べる。今ね、手元にあのカステラ焼きしかないんだけど。あ、そうそう、明日は黄色軍に練習あります、運動会。なんか明日メルめちゃくちゃ忙しい一日になりそう。朝メルやって、英会話レッスンやって、収録行って、帰ってきて、運動会の練習って感じ。ちょっと結構、朝から夜まで、ハードだけど。厳しいね。頑張る。もうこのカステラ焼き味がしないんだけど、なぜ
個、もう一個もの食べてみよう。カスタードの方食べる。なんか味がね、あんまりしない。さっき揚げたばっかよ。多分そういうやつなのかな。なんかあんまりこう甘さ控えめ的な感じなのかもしれない。さっき買ってさっき揚げたやつだから賞味期限は大丈夫。薄味だね。カスタードの方はカスタードの味はちゃんとするから味が薄めなのかもな。マカイカ焼肉屋さんありがとう。そう、寄せ書きとかだよね。ありがとね。日本に来も海外に来もいつもいつも Thank you。 なんかそうなんかそう、みんなバイオやってない？ベイオ田んぼだらけさんありがとう。6面白いよ。なんでこんな急にベイオ増えた？なんか一気に3人同じ時間にみんなやってるよね。あ、DLC が出たから。なるほど。なるほどね。DLC、バイオ。すごい !DLC の内容どうだったっていうさ、アンケートでさ、面白かった絶対にプレイすべきが、もう9割。すごっ！めちゃくちゃ好評じゃん。で、その DLC ってつまり、ダウンロードコンテンツってこと？の略？なんか追加で増えたってこと？そう。おう。続きの話が出たの？ちょっとメルまだやってないのに。なんなら、6やろうとしてんのに。でもやるから、8も。やるんで。マリンちゃんとね、ペコラが今6やってるよね。メルも、来週かな？来週やるから。一人でね、初手積んでやめちゃったんよ、昔。バイオ6は。やるんでお楽しみに。よいよいよい。あ、でもね、その前に運動会よ。運動会マジで頑張らなきゃ。とりあえず明日はねねちとまつりちゃんと
同じチームなので、10時からね全体はあるんだけど、その前にちょっとやろうかって話になってるから、モブ討伐ねちょっと練習しようって声かけたんで、明日も10時前にはできるかな。でもメルね、収録があるから何時に帰ってこれるんやろうっていう、ギリギリになりそうだけど、そう3人でやる、10時前には帰ってこれると思うけど、うん、まあでも1時間前であれば大丈夫か。9時とか、9時から始めて、で10時から全体やってとかでいいかな。うん、とりあえずメルは枠取ろうかな。ね、誰か取らないとね。まあ収録頑張ります。頑張ります。そうそう。あと裏でやってもいいけど、まあせっかくだしね。みんなに見てもらおう。メルが迷子にならないようにみんなにね応援してもらわないと。猫のみこ、猫のみこのんさん、ウェルカムメンバーシップップ、ウェルカムメンバーシップップ、ありがとう。迷子なるんよな。あれって一人でも練習できんのかな。だったらメル裏でもやろうかな。3人いないとできないとかなのかな。ちょっと聞いてみよう。強強になりたい。うん、あ、時間かかるんだ。まあ、そうだよね、3人で倒すものを1人でやるのはちょっと大変よな。強強、ねるちゃん強いって言われたいじゃん。メルちゃんいつの間に、ふぶきちゃん一人でやってた。あ、じゃあできるんだ。やろっかな。じゃあね、練習しとくね。こそれとりあえず、まあ明日は、3人でね練習するんで、よかったら見に来てください。明日は2回配信があるって感じかな。朝メルと夜練習。うん、あー、じゃあメルは今日はこの辺にするかな。ご飯食べようかな。お風呂も入って、明日祝日なの？いいね。みんなゆっくりできるね。え、朝起きれますか？祝日なのに寝たいよね、多分。寝たいだろうけど。文化の日。文化の日か。起きられます？祝日？うん。起きるさ。ありがてえ。11月初めの朝メルですね。うん、仕事なんだよな。まあ、仕事の人もいるよな。偉い。偉いよ。うん、みんなで頑張って起きようじゃ。ね。仕事のみんな。メルたちも起きるからね。朝ね。頑張ろう、一緒。
緒にね。まあ明日はメルも結構ハードだから一緒に頑張ろうね。うん、お仕事一緒一緒。うん、最近眠るね。あれ入れてるよ、アプリ。シャドテンっていうなんかリスニングのアプリ入れてて、これでねちょっと英語耳作ろうと思って。知ってる？シャドテン。うん、シャドテンっていうねなんかアプリがあるんですけど、なんだっけな、シャドーウィングっていうんだっけ。もう聞いて、一回英語聞いて、真似をして、口に出してそれを読むっていう。そう。シャドーイング、そう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 。そういうアプリがあってね。まあそれをちょっとずつやってってます、今。レイカヤも週一でやってる。うん、家庭教師だから。月4回かな。やっぱりさ、通うとさ、続かないじゃん。自分で通わなきゃいけないし、まあ眠たいよとかさ、今日行くのだるいなってあるじゃん。なんか絶対そうなるの分かってたから、もう強制的に家に来てもらおうと思って家庭教師を探して、そうそう、そうしたね、そうなんよ。だから結局 DMM の英会話とかもさ、あれ自発的に予約してさ、で時間になったら起きてパソコンの前行かなきゃいけないけど、でもね、あの家庭教師なら家に来てくれるし、起きろって来たわよ、私が来た、起きなさいっていう感じでね、英語勉強できるから。もう続けたいものは何でも家に来てもらうのが一番よ。まああとはね、時短になるよね。通うとやっぱそれだけさ、電車乗ったりする時間とかねかかっちゃうけど、家に来てもらえばもう終わってすぐに配信とかもできるしね。それじゃあメルはご飯食べてこようかな。みんなもね、今日も一日お疲れ様。ご飯とか食べてね、ちゃんと。今日もありがとうございました。お疲れ。ありがとう。あ、トークトゥームーさんもありがとうね。Thank you。 嬉しかったよ。 Thank you Thank you。お疲れ。ぷー、またねー。また明日。それじゃあ